雷になってきた。早く撤収します。
Thank you.
Thank you.
だいぶ自分濡れです。今雨がちょっと止んできたんで、はい、今のうちに片付けてます。ちょっとね、水が漏れてきたのがここの斜めのとこですね。ファスナーのところからやっぱり浸水してきましたね。真ん中あたりとかは特に気にならなかったんですね。あと奥側にポットを置いてるところとかは特にこう浸水っていうのは気にならなかったです。何しろこのキャノピー側っていうか前室側のこの斜めのところですね、ここがファスナーから浸水してきました。はい、また雷になってきた。早く撤収します。あー、やばいですね。はい、四隅のデグも抜いたので、あとはもうイケアの袋に入れちゃいます。
っぱりこの大きいイケアの袋はかなり便利ですね。よし、じゃあ最後撤収しちゃいます。イケアの大きな袋には入りました。よし、はい、これでとりあえず撤収します。いや、すごい雨。いや、本当はですね、次の予定がなければこのままキャンプやってたんですけど、この後ですね、お昼過ぎから予定があったんでチェックアウトまでちょっと粘っていこうかなと思ってたんですけど、雨に入っちゃいました。いや、すごい。おお、これからさらにまた強くなりそうなんで、とりあえずお風呂でも入りに行きますか。いやー、いや、このまま路面乗れないな。とりあえず着替えを出して着替えてから出発しますか。